これはまあ切実な悩みですよ。はい、ね、話が面白くないってもう今やかなりのやっぱマイナスですからね。あ、うん、私がね直々に教えようじゃないかということでね、はいはいはい、MVS 撮ってますから私ね。滑らない話、滑らない話、ね、行きましょうか。バーン、こんにちは。おー、いらっしゃい。お願いします。おー、普通のお兄ちゃんだね。おー、なんかこう言っちゃ申し訳ないけど、うん、話つまらなそうだよね。加藤君、ね、まあ、加藤君、はい、加藤直行、はい、19歳、はい、何学生、大学生です。大学生、はい、ほうで、何この面白い話もつまらなくしてしまいます、はい、というのはもう話をしてなんか周りが受けたことがあんまりないという、友達が話してて面白かった話を、うん、はいはい、僕が別の友達にこういうこと、うん、友達がこういう話してたんやみたいな話をすると、うん、全然受けないっていう。同じ話をしている。そうなんですよ。あ、僕を通しちゃうともう、うん、なんか加藤タイム始まったって言われちゃうんですけど。あ、話してる時ね。あ、どうせ面白くないぞみたいな、はい、そうか。ちょっとじゃあ最近一番この一押しのその加藤の中でさ、はい、一押しの話してもらっていい？いや、この間友達から聞いた話なんやけど、うん、なんか友達が今、うん、デスボイスなんかあるじゃないですか、あるね、あのハードロックとかの、おーってですね、はい、あれを家で練習してたらしくて、うん、で、まあ、友達はアパートに住んでるんですけど、なんか練習してたら、うん、ピンポンってなって、で友達があこれ怒られるんちゃうかみたいな不安になってば、うん、出たら、うん、隣の部屋の人が立ってて、うん、あの大丈夫ですかって聞いたらしいんですよ。っていう、あ、面白くなかったですか？終わり。あれ、あ、練習してて怒られるんかと思ったら、なるほど、体調が悪いかどうかと思われたってこと？なんか精神的な。ああ、なるほど、面白くないね。俺からの提案なんだけど、顔落ち着けてみるっていうのどう？顔で落とす？加藤君一番面白い顔でこっち。まあでもなんかスーンって終わっていくよりはいいと思う。なんだよその顔って方向になるからね。あ、はい、まあ、ごまかしちゃう。そうそうだね、はい、うん、というねとかでもいいけど別に。あ、それいいですね、それいいですね。終わりっていうのを示せばいい。ちょっとやってみる。じゃあというねっていうのを大声で言うパターンで、うん、はい、じゃあピンポンからちょっと、うん、じゃあピンポンってなって、で、まあ、友達が、あ、怒られるわと思って出たら、うん、隣の家の人が立ってて、うん、で大丈夫ですか、なんか体ちょっとなんか変な調子じゃないですかみたいなことを聞かれたらしいんですよ、うん、というねおー、なんだよでかい声で急にってなるね。